ルイスクラークは、アメリカ海軍の原子力潜水艦。ベンジャミン・フランクリン級原子力潜水艦の5番艦。艦名は、ルイス・クラーク探検隊を率いたメリウェザー・ルイスと、ウィリアム・クラークにちなむ。なお、退役から14年後にルイスクラーク級貨物、弾薬補給艦1番艦として2代目、ルイスクラークが収益している。 ルイスクラークの建造は1962年11月1日にバージニア州ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所に発注され1963年7月29日に寄港した1964年8月22日に MF ウィングマン夫人及び MG セール夫人によって浸水し1965年12月22日に ブルーハン艦長ジョン・フ・ハーガン・ジュニア・中佐及びゴールドハン艦長ケネス・エーポーター・中佐の指揮下、収益した。1972年7月21日にルイス・クラークはポラリス・ミサイルに変えてポセイドン C3 ミサイル運用のための改修が完了した。12月18日にゴールド・ハンの陸民は G 成長活動においてポセイドンミサイルの発射に成功した。 1973年4月8日、ルイスクラークは回収後初の展開を行う。1981年6月19日に運用試験において4発のポセイドンミサイルの発射に成功した。7月23日にニューポートニューズ造船所でオーバーホールに入る。ルイスクラークは1985年6月13日にも 運用試験で4発のポセイドンミサイルの発射に成功した。ルイスクラークは1991年10月1日に不活性化され、1992年6月27日に退役、8月1日に除籍された。1995年10月1日にワシントン州ブレマートンで原子力艦再利用プログラムに基づき解体が開始され、 1996年9月23日に作業は完了した。ルイスクラークのセール、オーダ及びジューダは、サウスカロライナ州チャールストンのベートリオッツポイント海軍海事博物館で、冷戦時の潜水艦乗組員の記念碑として展示された。ルイスクラークの艦名は、その後、補給艦、ルイスクラークに継承された。ありがとうございます。